バンダムさん、俺戦うよ。俺の戦をホムラと一緒に。ホムラ、もういいの？ええ。そうか、一生起きないんじゃないかって心配してたんだ。ところでホムラ、昨日のことなんだけど、光って言ったっけ？なんで急にあんな風になったの？それは私も知りたい。あの力普通じゃなかったよ。あれが天の聖杯の本当の力？あんたの身に一体何が起きたのかちゃんと説明してよ。トラも知りたいもん。ホムラちゃんすっごく強かったもん。なんでもなんでも。これ予算かお前たち。あれはつまり。どうして、どうして私を起こしたの？起きたくなかったのに、出てきたくなかったのに、この力を使いたくなかったからあの子に代わってもらっていたのに、なんで起こしたの？起こすって。君がもっとしっかりしてれば起きずに済んだの。この力を使わずに済んだの。バンダムって人に言われてたんでしょ？力を効率よく使えって。今は逃げろって。無理して無茶して、でこれってもう最悪じゃない。なんであの時。分かってるよ、そんなこと分かってたよ。あのままじゃダメだって。レックス、それでも俺、あいつらに君を渡したくなかった。君を守りたかったんだ。やだ。とにかく疑問があったらあの子に聞いて。以上、あとよろしく。あ、ずるい。ごめんなさい、皆さんお騒がせしました。私と熱は天の聖杯、この世界を消し去ることができるほどの力を与えられて生まれたブレイドでした。熱も天の聖杯なの？ある時、一人の男が神に会うために世界樹を登って楽園を目指しました。でも楽園へとたどり着いた男は神には会えませんでした。男は神の御座にたどり着いた証としてコアクリスタルだった私とメツを持ち帰りました。そしてアルストに戻った男はメツを目覚めさせたんです。何のために目覚めさせたのかはわからない。欲のためか、力のためか、それとも。確かに滅を生み出したのは私ですが、あれの行動は神の意志だ。世界の破滅を神が望んでいるというのか？だからですよ、わざわざこうして来ているのです。神の意志を
我々人の手でなすためにね。目覚めたメツは天の聖杯として与えられた力を、世界を消し去る力を振るいました。何の疑いもなく、純粋にそれが当然のこととして。私はそんなメツを倒すため、一人のドライバーの求めに応じて目覚めました。君に頼みたいことはただ一つ、私の過ちを正してくれること、あのメツを葬り去ってもらうことなのだから。私とメツは戦った。できねえか。なら俺ができるようにしてやるぜ。激戦の末、私はメツを倒すことができたけれど、その戦いで三つのアルスが沈んでしまった。私はこの力が二度と目覚めることがないよう封印し、この姿、この人格となって眠りにつきました。500年前の出来事です。聖杯大戦じゃ。光を目覚めさせたのは5王国イーラの英雄アーデル。アーデルは世界を守るため光のドライバーとして戦った。わしらアルスもその戦いに加わった。
人と共に生きる、それがわしらアルスの定めじゃからの。ちっちゃん、アデルは眠りについたホムラを一隻の船に隠し、誰の手も届かぬ雲海の底深くに沈めたんじゃ。その船を俺が見つけたのか。そして俺とホムラは、私たちの出会いは運命だったと思います。でなければひかりちゃんは目覚めなかった。私たちが目覚める時が来たら、その時は楽園に帰ろうって、帰って私たちの本当の目的を果たそうって。それは再び滅を倒すっていうこと？さっきはごめんなさい、ひかりちゃん、あんなことを言って。ひかりちゃん、レックスのことを守りたい一心で出てきちゃったんです。自分に施した封印を解いて、天の聖杯としての力も使って、私が使うこの力は、そんなひかりちゃんの天の聖杯の余剰エネルギーだったんです。気にしないでよ、俺が力不足だったのがいけないんだ。それより、本当のこと話してくれて嬉しいよ。そしてありがとう、みんなを守ってくれて。守った？私が？ホムラの力はすごいよ。伝説は本当だったんだなって思った。ごめんなさい。私、ホムラってさ、よく謝るよね。それってさ、光の聖杯の力を気にしてるからだろ。俺さ、ホムラがそんな風に謝らなくてもいいように、悲しい顔しなくてもいいようになりたい。うん、必ずなるよ、レックス。力はそれを使う者の心の形、バンダムさんはそう言った。ホムラの力はみんなを守る力だ。守られた人たちはみんな笑顔になる。ホムラやみんながいっつも笑顔でいられるようなドライバーに俺はなる。女を泣かせる奴は最低の男だ。女を笑わせる奴は最高の男だ。サルベージャーの合言葉その3ってね。ちょっと手伝ってほしいもん。わかった、今行くよ。そうだ、今日の晩飯何？ミートボール入りポトフとかどうです？おお、そいつは楽しみ。あれがレックスという子じゃ。悲しみを笑顔に変えて明日への力とする。似とるじゃろ、アデルに。